エルメスのバーキン。バーキン、はいはいはい。黒子側のやつよこせっていうんで、黒子側のやつ送ってきました。獣女子はなんかちょっとイメージしやすいのがありますね。なんかいいんじゃない？僕らの願望が出てしまいましたか。日本版だけで、数もなんか1000枚限定とか100枚限定とか、1個100万ぐらいでなのかなと。僕は女の子はラスボスは女はどうかなと思ったんですよ。ああ、なるほど。まず最初に悪いニュースは、下村陽子さんが、連絡来ましてですね、仕事が立て込んでんですよ。だからなかなか出れなくてすいませんと、参加できなくてすいません、どれぐらい立て込んでんのと、年内ですと、まあ、下村が言うには、はい、岡本さんからカバン一つ送ってくれたら私開けますよと、はい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 、言われたので送ってきました。エルメスのバーキン、マーキン、はいはいはい、黒子側のやつよこせって言うんで、黒子側のやつ送ってきました。本人も冗談で言ったと思うんだけど、もう送りつけられたらもうこれね、しゃあないんで、もうしゃあないですね、はい、今日の7時から9時の間に届くようになってる、そろそろ届くと。そんなこともあって、あの曲の方はできるだけ早いタイミングでどんな曲がとか指示出しはせない感覚なんですよ。そのためにはステージとか、まあキャラクターのイメージとか決めてあげると、多分下村が困る、まあ、できるだけ早いタイミングでそのざっくりしたものだけでも伝えなあかんなと。あとはその各人 の, そのイメージの BGM はもちろんあると思うんだけど、それ以外に何がいりますよみたいなのもこうピックアップして、一応ストリートファイター2に準拠するって書いておきます。まあそうです、ね、曲の数とか長さとか全部、まあ、で今日はその話も一応しようと思ってると、まあ、できれば、もうキャラに触れたいなと。キャラのデザインとか、これは大体正方形ですとか、正方形なキャラクターですよみたいな、この人は長四角ですとか、とか、まあ、あの国はどうしますかとか、技とかは、あの、まあ、後々の話だとまだ思ってるので、ざっくりこんなのがいた方がいいですねみたいな話をしようかなと。全然決まってないですけど、一応、船見さんの案みたいなものは見せてもらいました。うん、この間あの女の子が何人だよねみたいな話はしたじゃないですか、はい、うんうんうん、でそれを8人とボス4人、ボスって4人に当てはめると、うんうんうん、女の子の枠が勝手に決まってくなっていう、それはすぐ決めれんじゃないのかなと思います。例えば竜と剣だったら、剣のところは女の子っぽいなとか、でチュンリー枠は女の子だろうなとか、獣人とかは、あ、実はこれ女の子の方がいいんじゃねとか。獣女子はなんかちょっとイメージしやすいとかありますね。なんかいいんじゃない。僕らの願望が出てしまいましたか。ちょっと性癖ですね。性癖が出てます。性癖が出ました。これ何がダメ ってこの4人全員独身ってことですね。ゲームあんまり作ったあかんな。じゃあちょっと西谷君から留意したいことっていうのをちょっと読み上げてもらって。まず前提として、お客さんって今格闘ゲームってもう北米がもう8割7割だと思ってください。北米の人たちはもうあのロールバック方式の通信じゃないと遊ばないって言ってるんですね。一応有名な方式で GGPO システムっていうのがあるんですね、うん、でこれを最初からも使う前提でやるっていうのはありだと私は思ってます。質問、はい、そのなんとか方式、もうすでに覚えてないけど、はい、そのなんとか方式は売ってるもんなんですか、はい、でその GGPO ミドルウェアみたいな、ミドルウェアみたいな、エンジンみたいな、はい、それはただなのか有料なのかまではちょっと調べてないです。できれば調べてもらって、はい、でこれを採用する場合、あのロールバックといって巻き戻し方式になるんで、最初からそれに準じたスクリーンしないとダメです、うん、開発を始める前からそれを使うんだっていうこと で、そのミドルウェアをもらって、はい、でそれを見ながらプログラムを組んでいかないとダメだったんですね。そうです、そうです、それに対応、あとはあれですね、あのすごい個別のゲームごと そのなるべくラグを感じさせないような仕組みにするしていくってことですね。まあちょっと例で書きましたけど、実はうちのゲームでやってるんですけど、食らっても2フレ以内ならレバー後ろに入ったらガードしたことにしちゃうとか、じゃんけん、そうです、そうです、嘘ついて、じゃんけんが2フレまで OK、 2フレっていうのは体感値として許されるギリギリまで引っ張って広げてるのが2フレまで、そうです、まあ、分かった。でも 2フレに関しては、本当は1フレとか0フレが本当は正しくて、もちろんできるだけそうしたいんだけど、そうするとロールバックの回数が増える、はい、だから2フレまでは
大丈夫という体でやりたい。今のところニフレが西谷君のところだと、まあ、許されるみたいなと見ていると、はい、何かの方法で3フレ4フレするとロールバックの数は減る。今のままだとなんか見た目がおかしい、何かアイデア出して埋めれるなら埋めていいんじゃないか。見た目だけなんだね。そうです、見た目だけの問題。あのゲームプレイしてる感触としては別に問題はない。まあ、うん、ないレベルですね。感じないレベル。2フレが、はい、3フレは感じる。感じますね。感じる。あの格ゲーやってる身としては、はい、だいぶ3フレって遅いなって感じします。すでにやってる、なんか僕らはあのフレームワッパーって言い方してるんですけど、あ、要はあの何ですか、バッパーを持たせてその中でしか入力を持たせない方式、まあこれ割ともう旧タイプのやり方なんですけど、それともちろん組み合わせることも前提になるんで、そのフレームバッファーを例えば5フレームするのか3フレームするのかとかもありますし、まあ、最近のゲームってそのフレームバッファーもあのリアルタイムに計測してるんですね。あのピンの値を見て最適なフレームバッファーを出すようにしてるんですね。だその辺も全部組み合わせてできるだけ嫌じゃないようにするっていうのが出てる。で GGPO 自体のシステムっていうのはあの、まあ、GGPO もあの2フレ以内だったらあの OK っていう風にしてるんですけど、じゃあ2フレの間もし通信が来なかった場合ってどうするシステムなのかっていうと、その最後に あの通信のパケットが来ないってなった瞬間から、そのレバーなりボタンなりの入力がそのまま2フレ間継続しているっていう前提で動かしてるんですよ。もう一回言って、ちょっと分かんなかったぞ俺今。今相手のパケットがもう来ないってなりますよね、うん、で来ないってなっても次のフレームあの、まあ、2フレまで動かすんですよ。でじゃあどう動かすのって話なんですけど、その 2フレ前の入力を維持するんですね。あ、前レバーとか。そうです、ニュートラルだったら N が2フレ維持しますし、ガードならガードは2フレ維持します。なるほどなるほどなるほど。で動かして、で2フレ後にあたまたま通信のパケットが来たってなって、ゲームが問題なければそのまま動きます。だけど自分が知ってることありますよね。その場合は2フレガーンと戻ります。なるほど、違ってたわっつって、はい、予想が外れたわって、はい、はい、まさにそうです。予想で動かしてるだけです、まあ、うん、変な言い方すると2フレ間なんだろう、 CPU と戦う可能性があるみたいな、そんな印象ですね。はい、じゃあうちの方でそのどういうふうに使用できるのか、それを業務用に使用したらお金がどれぐらいいるのか。そうです、そうです。それが買い取りなのか、そうです、もしくはその割合、一定の割合でお金払っていくのかみたいなところですよね、はい、で次いっていいですか。はい、お願いします。はい、でですね、あのこれも前ちょっと言ったんですけども、あの対戦ゲームなんでもちろん対戦ちゃんと作るのは当たり前なんですけど、本当に対戦してる人ってもう半分以下、一人で楽しめるものっていうのを充実しないといけないなっていうのがこれもう大前提です。で前ちょっとあのストーリーモードみたいのがいいよねって話は しました。で実際そういうの求めてるユーザーも結構います。だけどやっぱり物量がすごくとんでもないことになるのと、個人的にはストーリーモードあんまり好きじゃないんですよ。コスパが悪いよね。そうなんです、そうなんです。一人で遊べるモードっていうのはなるべく入れていかないといけないなと思います。まあその辺もちょっと船見さんと話はして、船見さんはやる気満々みたいですね。昨日その企画ができたって一応ポンちゃんには一旦見せました。見ました。おお。でそれ岡本さんの方にも提出しますね。ありがとうございます。はい、じゃあ次いきますね。あの e スポーツを無視できないっていうタイトルになってるんですけども、これ別に e スポーツそのものはそんなに意識しなくていいと思うんですけど、要はあのユーザーが乗って広めてくれないといけないというのは一つ。もう一つ、やっぱり見てある程度全く知らない人でもあの何が起こってるか、あ勝った負けたかっこいいと思えるのがないとダメなんですよ。要は仕込み力をあの強めるためにはその要素がないとダメなんですね。なんであの通信システムも単にこう1対1で通信するっていうだけだと、あの第三者が配信できないじゃないですか。うんうんうん、なるほどなるほどなるほど。なんであの、まあ、うちだとあのスペクテーターモードとかいう言い方してるんですけど、要はあの感染者が1人いて、その1人からこう2人がぶら下がって、この2人を1人が監視できるようなシステムを作ってるんですね。これちなみに後からあっちで入れたんですけど、うん、これがないと配信してくれないから、配信で大会してくれないんですよ。なるほど。もしあれですね、独自サーバーがあるんだったら、今後あるかどうか分かんないですけど、あのクロスプラットフォームもやりやすいですね。元に戻りますけど、やっぱり見てかっこいいとかあのすごいっていうのがないと、その配信も映えないので、一般の人はおー逆転したってことになるわけですよ。かっけーっつって。そうです、そうです。あとあれですね、面白いのがあのスローモーションモードっていうのがあって、あのあれですよ、従来のゲームってあの死んでからあの
巻き戻ってスロー再生とかするじゃないですか。うんうん、で鉄拳ってリアルタイムにスローになるんですよ。うん、死にそうになるときに。なります。あこの一発決まるかもバキーンってこう死んだりリアルタイムとか、まあ、結構やっぱりあの見て、何が決まったとか分かりやすいようになってるんだよね、一応。この辺の特許があるかどうかも調べれる。それも特許の可能性もあるよね。実用シーンやな。かもしれないですね。うん、まあ、この辺がすごくやっぱ重要かなと思います。で、以下はそこまでまあ気にしなくてもいいかなっていうところなんで、もうちょっとさらっといきますけど、まあ、パブリッシュ作業ですね。で、これはあのちょっと調べた感じ、あのダウンロード版のパブリッシュならば、特にそんなに大きな問題なさそうです。レーティングも、あの今ってあのレーティング機構って、ダウンロードならばって前提ですけど、世界で統一で取れるレーティングがあるんですよ。で、一応、パブリッシュ担当は、まあ、ダウンロード版なら、そんな、大したことないですけど、開発じゃない人が担当した方がいいのかなと私は思ってます。はい。で、あの一応今まではダウンロード版の話なんですけども、もしロムで出す場合はとんでもなく敷居が上がるんで、ロム版も出します。いや、あのちょっとだけ限定で。一応それ最後に1個100万ぐらいでなのかなと。やっぱりロム版欲しがる人っていまだに多いんですよね。うん、まあまあ、あ100万は半分冗談だけど、一番安くても10万円です。正直20万から50万ぐらいの間に行きたいなと思ってて、その中にはこういろんなものが同梱されてるんですよ。ああ、なるほど、なるほど。ロムは日本でだけしか読まない。日本版だけで数もなんか1000枚限定とか100枚限定とか。じゃあ次行きますね。うん、あの法律の問題です。これも調べるしかないんですけど、うん、まあ、KPI 取るのかどうか分かりませんけども、例えば KPI もなんか、まず個人に紐づくようなデータを取っちゃいけないとか、紐づかないデータでもいいの悪いのとか、あと、ハンドルネームあるじゃないですか。例えば僕だったら多分ニンニンとかいうふうにするんですけど、うんうん、ニンニンが例えばランキングとかに乗ると、あ、ニンニン乗ってるって分かるじゃないですか。なんで、例えばそれもなんかヨーロッパの方だとなんかダメとかあるんですよね。へぇ。ダメじゃないらしいんですけど、ダメになりうる。だ、例えばそういうのがあるんだったら、最初にもうあのゲーム始めるときに聞いて、これはランキングに乗る可能性がありますけど、いいですかって言って、ノーってやったら、もうランキング乗らないようにするとか。あ、そうだね。なるほど、なるほど。とか、あの、一番まずいのが、あのアカウントネームをそのまま出しちゃうことですね。普通のゲームって、あの、アカウントの名前を出すことが多いんですよ。これを例えば、その場で別の名前にあの書き換えるっていう場合で、なんかそういうことを多分しなきゃ、あの、怒られることは実際にならないですけど、予防策としては貼っといた方がいいかなと思います。わかりました。で、あとは、まあ、あれですね、マネタイズですね。マネタイズはちょっと今のところノープランだったんで、ちょっと何も考えてないですけど。はい。じゃあ次の会議までにこんなんどうですかってことを考えて話さないと。このマネタイズの話は、だからその、さっきの、一人で楽しむ要素のところに、まあ、いろいろ企画が上がってるんで、はい、どれをマネタイズに組み込むかどうかっていうのを、まあ、決めていけばいいのかなとか。そのマネタイズっていうのは、まあ、船水あの一番最初に売る時の売り値じゃなくって、それ以外のプラスアルファでどんだけお前らが買いたいんだみたいな、例えば服買いたいのかとか、どういうアバターが必要になってくるのかとか、 技カードもお金をかけさせるのか、まるでさせないのかとか。僕、売り値を100円ぐらいのつもりでいました。で、あの、ほぼほぼアバターがしょぼいんです。なんだ、中国とか韓国の、PC 版でよく遊ばれてたゲームって、ずっとただなんだけど、裸で白いパンツ一丁履いてたよ、昔。課金してないんだね、君ってやるとこ、相手にしてもらえない感じの世界観があったじゃない。ありましたね。100円であのどうぞ遊んでください、ゲーム性変わりませんよなんだけど、やたらとしょぼい。だからもう本当にあのディスク代ぐらいのイメージでダウンロードするのに、100円から200円ぐらいで、198円ぐらい、みんなダウンロードしてみるかみたいな、世界で一番ダウンロードされてる格闘技ゲームはハロー2ですみたいな。198円で攻めたいよね、198円で。であれですね、あの最後になりますけど、まあ、もう話しましたけど、やっぱりあのディスク版板を欲しがる人ってすごい多いんで、まあ、あった方がいいだろうなと。でさっきも言ったように全世界でやるともうとんでもないことになるんで、日本だけなら全然ありだと思います。はい、以上ですね。まあそんなんで、皆さんも頑張ってくれてるのでちょこちょこ進んでますが、キャラどんな感じでした、船水くん今イメージしているのは。いや、まあ要は手が伸びるに相当するもの、ああ、マフラーが伸びるとか。とか、いましたもんね、そういうの。包帯が伸びるとか。うん。
まあ、そう、そういうのでいいのかなとか、まあ、要するに伸びる系で、まあ、獣人はどんだけかわいいというか野生児っぽいかわいい子、あと、まあ、ボスは一人が、まあ、いかついボクサーで、で固めの格闘家だとしたら女の子の枠は忍者の枠しかないんじゃないのとか、僕は女の子はラスボスは女はどうかなと思ったんです。ああ、なるほど。まあ、それはゴリラ、ゴリラみたいな。ゴリラ。あと、まあ、あのあと花見さんと話した後ちょっと思ったんですけど、あの忍者女性枠どうかって話あったじゃないですか。割とあの忍者あれなんですよ、あの女性にめちゃめちゃ人気なんですよね。ああ、なるほど。なんであの下手にあの女の子にしてしまうと怒る人出てくるんじゃないかなと思ったんですね。中性っぽくしたらどうかなと思いました。あ、それはいいんじゃないですか。まあ、男とも女とも公式では言わずに、なんか中性っぽいどっちとも取れるような綺麗な人みたいな。まあ、そういうのもいいと思います。そういうのも。はい。で、そこまで決まったらちょっとしたラフとかペペペペペとかけたりするもんか。ある程度の設定があれば私の方で自由に書いていいんでしたら、パパパンってなんか、うん、アイデア出しとか全然、なんだろう、企画からアイデアが出る、まとまるときも固まるときもあれば、絵から固まるときもあるのよ。うん、いや、こんな絵あるんやったらそっちするわみたいな。じゃあデザインの方はちょっとそうやってもらって、で、曲の方は一つに準ずるって言って、船見さんがある程度なんかテキストを、まあ、まとめてるって感じじゃなくてアイデアレベルのもんですけど、うん、はい、作っ、あの風間さんに渡しましょうか。あ、ぜひ、はい、スラックかなんかで投げていただければ、うん、はい、私ちょっと船見さんのやつちょっと見にくかったんで、私整形したんですよ見やすかったんですよ。いや、これやりやすいな、このメンバー昔全部手書きやったもんな。昔はそうです。人に見せるようじゃなかったから。たまにおがらのスト2のなんかなんとかテレビみたいになるじゃないですか、うん、そこに私の手書きのなんか企画書とかありますよ、見たら。え、じゃあカップが捨ててないんだ。なんですよ、僕は捨てたとてっきり思ってたんですけど、誰が発掘したのか知りませんけど、すごい、あります。確かに、でも俺のは全部ファイルしてたね。はいはい、いや、懐かしい話にそれてしまいました。じゃあ、すいません、時間あの、はい、参加してもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。